高鍋駅は、宮崎県小湯湯高鍋町大和か口浦にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官コードは92万565。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、古戦橋を備える。1947年に建てられた、木造モルタル造りの駅舎を有する。ホームには、水星や、富士の号車表示が残る。 以前は近くの酒造会社への引き込み線が存在した。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。高鍋町の中心駅で全列車が停車する。早朝、夜間に普通列車の一部が当駅で宮崎方面に折り返す。宮崎方面からの最終列車が当駅まで運転されている。 2020年度の1日平均乗車人員は679人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、町域島端部の海岸近くに位置する。町の中心市街地には町役場、舞鶴公園、高鍋町美術館、高鍋町歴史総合資料館、宮崎県立高鍋農業高等学校等の施設が位置しているが当駅からは、 約2キロメートル離れており、当駅と中心市街地を結ぶ道路として、県道311号線が西側に伸びている。駅構内に宮崎交通の高鍋駅バス停があるが本数は少ない。宮崎交通で運行。ありがとうございます。